こんにちは。イタリア国鉄の運転する新幹線フレッチャーロッサーに乗りまして、ただいまボローニャ中央駅に到着しました。向こうにも別のまた新幹線が止まっているところですが、今回はもちろん動画は鉄道に関する内容を別にそこまでクローズアップするわけではありません。このボローニャは城郭都市として大変有名なイタリア屈指の観光地であり、また実はね、私のこの B チャンネルの最初の動画、東京都板橋区高島平、私の地元ですって言いましたけど、このね、東京都板橋区とね、なんか友好都市協定結んでるんですよ。ボローニャってなんか聞いたことあるなと思ったら、板橋でやっぱたまにね、ボローニャなんとかってちっちゃい時やってんの見ましたけどね、ああそうなんだと思って、それでね、ボローニャ通るっていうから、じゃあちょっと降りてみようかな。降りたきっかけはそれです。ただこのボローニャ自体は本当に有名な街でして、なんでこんなうちの板橋区なんかで友好都市協定結んでくれてんのかわからないほど、まあ、完全無欠の街なわけですよね。少なくとも公私ともに優れると言いますか、実際の状態がどうなのかは知りませんが、観光地もたくさんあります。見どころいっぱい、ボローニャのシャトーなどを皆さんにご覧に入れようと思いますが、他にもですね、車がお好きな方は赤い新幹線がね、ここにもあの赤い板のとここまで乗ってきたフレッチャーロッサも赤い新幹線なわけですが、やはり赤をイメージするのか、まあ、いろんな色があると思いますけどね、赤い自動車として多分知られてると思うんですが、フェラーリ、それからランボルギーニなどの生まれ故郷でもあります。またなんか来たみたいに知りたいんだけど、まあいいや。おお、すごい、このめちゃくちゃにだだっ広い空間、ここにですね冷房が効いてるんですね。冷房ですよ。いや、かなりここに冷房を効かすのはお金かかるんじゃないのって気がするんですけど、涼しいんですね。まあ、本当だったらね、日本ではもう考えられないぐらいにここは涼しくて、暑い暑いと言いながらも、まあ、本日は30度、30度って言ったらもう日本の中ではこの時期では涼しい方、今日は8月の30日なわけですけどね。随分都会的な駅舎です。ローマなどはもっとやばいと聞いてるんですけどね、ミラノははるかに凌駕すると聞きますが、今のところはもちろん警戒はするけれども、一般に言われているイタリアのようなイメージは特に持たないものです。トイレ行きたいんですけど、トイレが見つからないんですよね。列車についてるのは分かってるんですけど、これ使ったら悪いよな、多分乗らないのに使うっていうのはちょっと問題ですよね。トイレお金かかるからね、だったらみんな列車の方使うだろうってことになっちゃう。古い街並みが見事に保存されているところだと聞きましたけど、意外と普通ですね。多分歴史地区みたいなところがあるんでしょうけどね、空襲とかも受けたそうですが、見事にその街並みが保存されていると、なんか本に書いてありましたよ。なるほど、でもまあ普通に確かにあるな、こういう風に。これは何なのかすいませんね、わかんないんですけど、あるわ。無造作にあるって感じですね。何なのかわからないっていうのは、私の調べが不足しているということの他に、何も説明がなされていないので調べようもないというのもあります。まあ、Google マップとかしっかりやれば多分見つけられるんでしょうけどね。どっかトイレないかなとか思うんですけど、確かに中世のお城みたいな感じですよね。そこにもなんかこう通り道みたいなのがあんの、割と普通にこういうのがあるんですね。鳩のちょうどいい休憩所になっているみたいですよ。ボローニャにはたくさんの貴族が住んでいたとかで、まあ、その貴族のお城みたいなのも多分いっぱいあったんでしょうね。これもそうなのかな。これね、今公園らしいんですけど、多分元々は公園というよりは、まあ、あの城址公園みたいな感じですかね、日本でいう。でまた銅の町としても知られているとさっき言ったと思いますが、そのたくさんいる貴族の人たちがですね、あのまたさっきの、あ、なんだっけ、ミラノの駅じゃないですけど、自分のその権威を示すために塔の高さ比べをした結果、100を超える膨大な数の高い塔がこのボローニャには並ぶことになったんだそうです。新幹線もやってくる大きな駅の割には、周りがなんかあまり、なんていうんですか、東京駅八重洲口みたいな雰囲気がないですけど、それはもう歴史地区だからなんでしょうね。全般的に古い雰囲気で、1980年代みたいな雰囲気があります。何が80年代だって、もっと古い建物なのにねって感じなんですけど、これもなかなか稚内の北防波堤ドームのようです。でも確かに駅前アーケードの作りがすごいですね。これいつからあるのかな、わかんないんですけど、アーケードはアーケードでもただのアーケードじゃないぞという感じがします。なるほど、確かに今でもね、塔があっちに一つ、それから向こうにあれ有名な多分ボローニャのシャトーだと思うんですけど、確かに斜めってるな、確かに。それから向こうにももう一個ありますね。今ではボローニャに23の塔があるそうです。まあ全盛期の5分の1ぐらいの数ですけれど、でも23も塔がある、まあそれだけでも立派なもんです。さっきのね、昔はお城だったんじゃないですかねって言ったら、あの公園に沿って今回ってるんですけど、確かにそうっぽいですね。あそこにもまた
城壁だ。ああいうものでぐるぐるやってたんですね、多分。今はそれが、まあ、破壊されたか、もしくは取り壊して、まあ、開発をしたかなんかなんですけど、一部は残ってるってことですね。初めて見ましたよ、西洋の城壁って。結構立派ですね。お、何か飛んできたぞ。ジェット機でしたね。ここから着陸するんだ。ボローニャ空港ってのが近くにあるんでしょう、多分。これ落書きかな。落書きじゃないですよね、多分。落書きだったら随分うまいなと思うけど、ああいう落書きだったらまだなんかいいような気がするんですけどね。まあそれでも人のものに勝手に書くのはよくありませんが、これではね、センスが全くないですよ。よく見ると床もなんかすごいんですよね。かなりツルツル立派な石。キックボードも滑りやすそうです。ボロニアの滞在時間は1時間50分しか用意しておりませんので、結構忙しいんですよね。これはあの1時間50分しか用意できなかったというよりは、1時間50分以上はいないようにしようと勝手に私が決めて時間を短くしただけなので、別に何かこの後に予定が差し迫っているわけではないんですけどね。まあ、強いて言えばローマをあんまり夜遅く歩きたくない、そういう理由からかな。確かになんか基本歴史地区みたいなのが多いですね。すごいですね、このでアーケードみたいなのはあちこち充実していて、こういう狭い裏路地とまではいかないけれど、まあ裏路地に準ずるようなところでもこういう風に、ね、立派に作ってあります。ここスーパーか。京都の裏路地に雰囲気が似てますね。いやもちろん全然似てないんだけど、なんていうの、雰囲気が似てる。建物の作りは似てないですよ。でもこういう風なところ、昔風のところに人がたくさん歩いてる。でも観光客の姿はそんなに多くないですね。ジェラート屋がありましたんでね、入ってまだ食べてないですけど、ヨーグルトジェラート。ヨーグルトは基本外れなしと聞いております。実は真の目的はトイレ借りることなんですけどね。うん、お前。そして着いた、着きました。これが車道か。立派なもんですね。確かに立派だ。いやでもね、これ斜めになってるんですね。なんでこんな斜めになってるのかっていうと、多分、まあ調べてないっていうか、調べてもなんか出てこなかったんですけど、多分もっとよく調べれば出るんでしょうけど、すみません、調べる時間がなくてね、スケジュールの都合で調べられてないんですが、あの車道というのは基本的に斜めに建てようとして建てたんじゃなくて、建てたらば沈下したりとかして斜めになっちゃったと、そういうものらしいんですね。有名なピサの斜塔とか、ドイツにもですね、あの世界一倒れてる建物、あの斜塔みたいなのがあるんですけど、こんな高い塔ではないんですがありまして、そういうね倒れた建物は有名なんですけれど、基本的に倒して作ったわけではなく倒れちゃったというパターン。これもそうだと思われます。わかりますよね。あのちょっと難しいんだけどね、表現するのは。左にちょっとね曲がってますね。でこれいつ壊れるかわからないみたいな状態だってブログでなんかあの書いてる人がいたんですけど、そういうわけだからわかんないんですが、今臨時休館中らしくて、Google で調べたんですけど、もう入れないらしいんですね。これに入って街の様子を眺めると、もう美しいことこの上ないということなんですが、残念です。でも上までわーっと伸びてろ。やってんじゃん。なんだよ、登れんなら登ってみたかったな。登れないと思ってましたんでね、荷物も持ってきちゃったし、あの預ける場所を探すよりも歩いて行っちゃった方が楽だわってことで、荷物持ってくの、いやあの置いていくのやめちゃったんですけど、だからもうこれがあるからね、ここに荷物預けない限り登れないし、第一列車の発車の時間がね、もう指定席取っちゃいましたからね。まあそれをゴミにしてもう一枚新しく買えば別にいいっちゃいいんですけど、でもちょっとな、下まで行って見上げて終わりにしようかな。下まで行ったらね、もう一個塔がありました。これは壊れたって感じ、いや違うか、ちゃんと上まで完成してるのは少し欠けてるみたいですけどね。上にトロリーバスの線路が、線路じゃない、架線がありますんで、なかなかね、どうしてもうまく写真を撮るのは難しいようですけれど、まあ、私はこういう方が好きですけどね。トロリーバス、鉄道ですから電車がある光景の方が、まあ、面白いもんかなとは思います。この眺めが一番よく映ってますかね。これここで見ると分かんないですけどね、下と上で3メートルぐらい倒れちゃってるみたい。手前側に倒れてるって感じですかね。いや左側、左手前に向かって倒れてる、そういう感じかな。よく分かんないですけど、あんまりまっすぐにうまく作られてる塔って感じではないんですね。いつ崩壊してもおかしくないというふうにネットのここの訪問した人のブログなんか見て書いてありましたけど、
そんなものでも普通に人が登ってて、それ大丈夫なのかよく分かりませんけどね。さて、それでは速やかに駅まで戻ろう。バスに乗りたいんだけど50ユーロしか持ってないんですよね。これでは50ユーロじゃ乗れないだろうから歩いて帰る必要があります。帰り道さっき気づかなかったんですがね、ベネチアがありました。ここだけ撮ったらね、やっぱベネチアですよね。ベネチアだな。ボローニャはね、赤屋根が有名なんだそうで、こういった風に整然としているそれぞれのお家、まあ、建物、その屋根の部分が全て赤で統一されてるらしいんですね。あの上の部分がだから上から眺めると赤で統一された街並みが非常に美しいらしいのですが、残念ながら塔に登ることはできませんでしたので、まあ、皆さん別のところで何かご覧になってみてください、まあ、もしくは私が用意しておきます。あ、そうそう、あとそうでした、あのフェラーリとランボルギーニの話もしてなかったですよ。私あんま詳しくないんですけど、あのカウンタックっていうのはあのランボルギーニの車なんですよね。あの星亀の中川のね、持ってる車でランボルギーニじゃない、あのカウンタックっていうのがありまして、なんか私はそのカウンタックという文字だけを見る、文字を見るだけで星亀のいろんなシーンを思い出してね、こう思い出し笑いをしそうになるんですが、あともかく、ランボルギーニとかそれからフェラーリとかいうのもこのボローニャの街、それがね、出なんだそうでして、フェラーリ博物館とランボルギーニ博物館とそれぞれあるそうです。私あんまりよくわかんないんですけど、確かあのランボルギーニっていうのがね、もともとあの工作機械みたいなのを作ってるところだったんじゃないかな、なんですけど、あのそこの人がなんか車が好きでフェラーリを使ってみたら、なんかちょっとあんまりなんかフェラーリってクソだなみたいな感じになったんで、自分で改良をして、それで売ったみたいな、まあ、そういうのがランボルギーニらしいんですね。だから多分発祥の地がここ近いんでしょうね。このボローニャの中央駅から歩いていくようなところにはその両方の博物館はないようですし、まあ、今回そこまで見学しなくていいかなと思って私は行かなかったんですけれど、あの国際免許を持っていればね、試乗することもできるみたいですよ。フェラーリをあのこのボローニャの街中乗り回すなんていう、そういう遊びもね、できるみたいでした。じゃあまあ大体こんなところですかね。城郭都市、そしてまた塔の町、上に登ればおそらく赤い美しい屋根が見られるとも思われ、うちの地元との姉妹都市の協定を結んでおり、他にはなんだボローニャ、なんかもう一個ぐらい皆さんに言うことがあったような気がしたんだけど、まあ思い出せませんが、大体紹介するべきことは紹介したかな。ご視聴ありがとうございました。